はい、おはようございます。おはようございます。はい、おはようございます。はい、はい、まいちゃん、おはようございます。ルルさん、おはようございます。ルポスさん、おはようございます。タラさん、おはようございます。はい、昨日タラさんの、ね、写真を送っていただきました。はい、そうですね、本当に黄色にちょっと光ってましたね。かわいますね。ここはちょっとですね、かわいいところですね。ちょっとあれです。かわいいところです。やっぱり YouTube がですね。天岡さん、おはようございます。小襟ちゃん、はい、おはようございます。ちょっとここまた、そうですね、YouTube がすいません、うまくいかないですね。どうしてうまくいかない。もう本当に不思議ですが、はい、YouTube がですね、ゆうさん、おはようございます。すいません、またもや YouTube がうまくいかないですね。ごめんなさい。どうしてうまくいかないでしょうね。不思議です。はい、これでやるのかな。あ、これですね。はい、今度はどうでしょうかね。どうもうまくいかないですね。ごめんなさい。どうもうまくいかない。申し訳ない。はい、どうもうまくいかないようです。ごめんなさい。なかなか YouTube は難しいですね。はい、ともこさん、シャンさん、おはようございます。ここはですね、いつも来てるとこですが、森の中というか林の中というか、ちょっと蚊が多くてですね、これからはちょっと来れないですね。私が行くところはどっちかというと自然の多いとこですから、自然の多いとこなのでどうしても蚊が多くなってしまいます。納豆さん、おはようございます。ですからこれから蚊の少ないところを探さなければなりません。なかなか外配信というのは難しいですよね。蚊のいないところを探す必要があります。はい、今日のテーマはですね、心に真実を生む、心に真実を生むというテーマなんですが、昨日のですね、昨日のタイトルと関係があります。私たちは、その真実を求めなければなりません。モーさん、おはようございます。イエス様がですね、ナタナエルって人に会いました。で、その時にイエス様はそのナタナエルに向かってこう言いました。この人は誠のイスラエル人だ。この人のうちに嘘がない。この人のうちに嘘がない。イエス様はそのナタナエルを評価しました。どう評価したかというと、嘘がないと評価したんです。ですから私たちは、イエス様に評価されるためには、私たちの心を清めて、私たちの心は嘘のない心になることが、イエス様が評価してくれるということになります。しかし私たちは、その自分の嘘をですね、取るためには自分の力ではできません。私たちの、心の中にある嘘を取るためには聖霊様が必要ということになります。聖霊の火によってと言ってもいいでしょう。イエス様の血と言ってもいいでしょう。自分の力ではない、イエス様の血によって、聖霊の火によって、その嘘が焼き尽くされる。その嘘が焼き尽くされていく。それがですね、信仰ではないでしょうか。
皆さん、私たちはですね、そのように、私たちは、私たちの内側から、その嘘がなくなっていくプロセス、そのことによって清くなっていくと言えるでしょう。ともこさん、昨日エレベーターで転倒して頭と首を打ちました。病院へ行き、脳に異常はなかったんですけど、首が痛いです。整形外科行った方がいいですか？ああ、そうですか。でもまあ異常がなくてよかったですね。エレベーターで転倒した。エスカレーターではなくてですか？エスカレーターの方がちょっと危ない感じがしますが、そうですか。首が痛い。ああ、そうですね。ちょっと脳に異常がなければですね、まあ、少し様子見て、一時的なのかどうか様子見るといいかもしれません。シャンさん、人々はなぜ嘘をついてしまうのでしょうか？階段の方、階段の方ね。じゃあエスカレーターですね。エスカレーター。私たちが嘘をつく理由はですね、やはり欲であったり、なんて言うんでしょうかね、自己中であったり、プライドであったり、やはり心の奥底の動機、心の奥底の動機がもし罪ならば、神様に対する、要するに悪魔の心、悪魔は嘘つきの父と書かれています。ですから私たちの心の動機が罪であるならば、悪魔であるならば、嘘をつくっていうことでしょう。皆さん、悪魔の子は嘘つきというふうに言えるでしょう。嘘をつくことによって何かですね、嘘をつくことによって自分の利益を求めてしまうのです。そして一つ嘘をつくとですね、また次の嘘と嘘が増えていく、そういう経験はないでしょうか。私たちは嘘が嘘を生んでいくという、そういう経験があります。ですから大事なのは、私たちの根本が悪魔が根本、罪が根本ではまずいということです。ですからイエス・キリストを信じて聖霊を受けるということは、聖霊様を受けるということは、私たちの心の基礎、心のその中心、その心の中心に聖霊様が来るということです。大事なのは、心の中心に何があるか、心の中心に何があるかということです。玉ねぎを切ると中が見えますが、私たちの心をこう輪切りにしてですね、私たちの心の中心に何があるかということを私たちは知る必要があります。私たちの心の奥底に欲があるなら、罪があるなら、サタンがいるならば、そこに私たちの心がその心の中心にあるものから嘘が出てきて、私たちの心が汚されてしまうのです。シャンさん、私たちの心が悪魔に支配されているから、悪魔社会の人間関係に悩むのですね。その通りです。今日は原付で来たんですか？これ私の愛車ですね。私の愛車です。それでですね、私たちが悔い改めてイエス・キリストを信じるということは、イエス様を歓迎するということは、
私たちの心の中心が変わるということなんですね。私たちの一番大事な部分、一番大事な心の中心に聖霊様が来てくださり、それによって私たちは心が変わるんです。私たちは自分の心の一番大事な部分を変えなければなりません。それはイエス・キリストを信じるということです。イエス・キリストを信じるというのは心の一番大事な部分が変わるということです。もうかさん、心の中心にいつも聖霊様を持っていたいです。アメン。ともこさん、綺麗な場所。そうですね、綺麗な場所です。すごくこう自然を感じます。しかし蚊が多いのでちょっとこれからは来れないかもしれません。ジロさん、おはようございます。私よく気づくんですが、ニュースを見ててね、ニュースを見てて、政治家がいろいろ答弁するじゃないですか。で、その時にですね、その全力を尽くしますとか、それから、何でしょうか、全力を尽くしますとか、もう、最大限頑張りますとか、それから、ね、そういう政治家の言葉がありますよね。でも何かですね、ちょっと嘘があるように感じませんか。政治家がですね、これからは、ね、誠心誠意頑張りますとか、何かこう、当然、まあ、なんていうんですか、中身を言わないでね、何かこうその場を取り繕うというか、その結局は何も言ってないみたいなね、何かこう何て言ったらいいんでしょうかね、まあ当然なことを言ってるみたいなね、これからは一生懸命頑張りますみたいな、そういうですね、政治家の、まあ、なんていうかな、言葉にはですね、なんか嘘があるように感じませんか。シャンさん、イエス様が御言葉により私たちの心が清らかになっていくのですね。その通りです。御言葉が私たちの心にあるなら、その御言葉が心の中心に入っていくのです。その御言葉を持っているならば、その御言葉が心の中心になる必要があります。私たちは御言葉に従うならば、御言葉を実行するならば、私たちの心の動機が罪ではなく、欲ではなく、お金ではなく、御言葉になることが大事です。その御言葉が心の中心に入ってきて、心に刻まれて、心の律法という言葉があります。イスラエルは昔、この板、石の板、皆さん、スマホとかタブレットって言うでしょ。あのタブレットっていうのはこう板みたいなものじゃないですか。その石の板のことをタブレットって言うんですけど、モーセはその2枚の石のタブレットに、神様が神の指で10回を書きますね。10個の戒めを書きます。その2枚とも同じことが書かれていたそうですが、それを石の板と言います。しかし新約に入ってですね、私たちは石の板ではなく心の板、私たちの心は板、心のタブレットですね。その心の板に、律法が書かれる。それが聖霊様です。聖霊様というのは私たちの心の律法、聖霊様を持っているということは心の律法を持っているということになるんです。ですから私たちは心の律法を持つ必要があります。それが心の一番中心、心の一番真ん中、心の一番基礎、私たちの本質、
私たちの真実、人間は真実を持たなければなりません。真理を持たなければなりません。私たちはもともと真実を持っていなくて、もともと真理を持っていません。私たちは聖霊様が来られるときに、聖霊様こそ、聖霊様こそ真実、真理、真理の御霊と言われていますが、その真理が私たちの心の中に入って、私たちの心の中に入って、それが基礎になって、それが動機になって、私たちは聖霊様によって聖霊の御霊の実を結びます。御霊の実というのは、聖霊を持っている人が、結果的にその聖霊の、その聖霊のですね、働きによって良いものを生み出すわけです。御霊の実は愛、喜び、平安、善意、誠実、善意、ごめんなさい、9個あるんですね。善意、誠実、柔和、自制、もう1個ぐらい、もう2個ぐらいあったかな。とにかくそのような御霊の実は良いものを結びます。良い実を結びます。たけるさん、ここはね、あのノリで OK なんですよ。あっち行くとですね、あのノリで禁止になります。ここは OK なんですね。坂田さん、何年も放送を見てますが、旧牧師は一度も嘘をつきませんでした。尊敬します。ありがとうございます。アメン。ガラテヤ23章かな、あ、ごめんなさい、ガラテヤ5章の22節、23節に書いてあります。御霊の実ですね。そういうわけで皆さん、私たちの、真実は私たちの心です。そして私たちの心が、嘘がたくさんあるならば、結局私たちは、正しい自分を持ってないことになるでしょう。神様が評価するのは、神様が評価するのは私たちの心の真実です。嘘があれば、この社会でもそうですよね。この社会でも嘘ばっかりついてる人は信用されないでしょう。嘘があるならば、人格を疑われます。この社会でも、そうならば神様は、それ以上ではないでしょうか。私たちは人を騙すことが できますが、神様を騙すことはできません。私たちは神様に対して正しく歩む必要があります。この花はだいぶちょっと減っちゃったかな、少し枯れてきてる感じですね。花は本当に、命が短くて、花はすぐに、枯れてしまいますね。ごめんなさい、今日も YouTube はちょっと失敗しました。いろいろ新しい、アプリを入れてるんですが、なかなか YouTube は難しいですね。はい、それでは証タイム行きましょう。証タイム。チャッピーさん、神様はなぜ人間を最初から完璧にしなかったんですか。それは完璧な方が必要とするからですね。私たちは自分が完璧になるのではなく、完璧な方を必要としているものとして作られたんです。つまり人間は神様を必要として作られたということになるでしょう。神様抜きでは完璧になれない。神様抜きでは、その歩んでいけない、生きていけない、そういうものとして作られたんです。でも多くの人は神様抜きで生きているのです。そこに問題があるんですね。坂田さん、嘘をつく気はないけど、
できると言っておいて実行できなかったことが何度もあり、罪責感を感じています。坂田さん、イエス様はこう言いました。誓ってはいけない、誓ってはいけない。私たちは往々にしてですね、いろいろその、まあ、誓うようなことを言います。必ずするよ、必ず行くよ、必ずこうだよ、誓うようなことを言ってしまいます。でもイエス様は、それはダメだと言ってるんですね。イエス様は、誓ってはいけない。なぜかというと、私たちは明日のことを確実にできないからですね。明日どうなるか分かりません、ね、ですから、もし、できないこともあるかもしれないけど、こうしよう、ああしようと、そのように、必ずするとか誓ってするとか、そこには嘘があるということになるでしょう。シャンさん、人間にはイエス様が絶対必要ですね。アメン、アメン。ですから皆さん、私たちは誓ってはいけません。誓うということは一見いいことのように見えますが、私たちは誓うだけの、その力を持っていないんです。私たちは明日のことがどうなるか知らないのです。明日のことは神の御手の中にあるんです。神の御手の中にあるので、私たちがもし誓うならば、そこに嘘があるんです。ですからイエス様は、はいははい、いいえはいいえ、それ以上は悪いことだとおっしゃいました。つまり私たちは、神の領域に入り込んではいけない。神様が決めるのに、私たち人間が決めてはいけない。神の領域に入ってはいけないということですね。私たちは正直にならなければなりません。できないことをできると言ってはいけないのです。私たちは、はいははい、いいえはいいえ。ぜひ皆さん、そういうふうに正直になりましょう。自分を強く見せてはいけないし、自分を正しく見せてはいけないのです。私たちは正しい方によって歩んでるだけであって、私たち自身が正しいわけではなく、私たち自身が強いわけではないのです。私たちはイエス様が必要な弱い存在です。そういう弱い存在として作られたのです。でも多くの人は弱い存在でありながら、強がっているところに嘘があります。自慢しているところに嘘があります。自分の能力を過信しているところに嘘があるんです。私たちは自分の弱さを認め、自分の力では何もできないということを認めるべきです。それが正直ではないでしょうか。私たちが本当に悔い改めてイエス様、あなたが必要です。あなたが必要ですと言っているところに本当の正直さがあるのではないでしょうか。だからこそイエス様を信じる必要があるのです。イエス様を信じなければ、私たちは嘘のままでいいとか、弱いままでいいとか、真実がいらないとか、正直になりたくないとか、そういうことは正しくないですよね。私たちは自分の心を正直に見て、自分の弱さ、自分の罪深さを認めることこそ、それは真実に至る道ではないでしょうか。はい、それではですね、証しタイム。イエス様を信じて、自分の心の嘘が見えてきた証。イエス様を信じて、ああ私は今まで嘘を言ってきたんだということが分かった証。スタート。この世が、特に政治家、この世は嘘を言ってる人、嘘だらけだということが分かった証。多くの人が嘘をついてるということが見えてきた証。スタート。
次郎さん、神がいるのに世界で餓死する子供たちがいるのはなぜですか？いろんな意味があります。いろんな意味があります。その中で、神様の技が起きていることもあります。また私たちは、本当の食べ物、本当の食べ物に飢え渇いているということも表しているでしょう。人間には愛がないということも表しているでしょう。いろんなことを表しています。しかし神様ご自身が、子供たちを慰めてくださいます。はい、何をされてる？これはね、インターネット放送してるんですね。あ、そうなんですか。インターネットのね、放送をね、この自然を見せながら。いや、いいことだろうと思って、ね、ああ、そうですか。なんかあまりにもすごいから。ええ、すごいですよ、放送。あの、畑ですか、ね、ああ、素晴らしいです。いいですね、今日一日じゃあ畑仕事される。いや、また午後は予定です。ああ、そうですか、はい、はい、いいですね、はい、どうも。びっくりしました。車が来ることは珍しいですが、向こうに畑がありましてね、畑仕事をする方が何人かいます。智子さん、息子がイエス様は神だと言いました。イエス様は神の子だと説明しました。間違えてないですよね。その通りです。イエス様は神でもあり、神の子でもあります。子なる神という言葉がありますが、イエス様は神の子であり、救い主であり、神でもあります。三位一体の神。三位一体の神と言えるでしょう。証はないでしょうか。証があれば書いてください。ここは空がちょっと見えないですね。空が見えない。ユウさん、以前麻薬による殺人で逮捕された芸能人がいますが、実はその芸能人が犯人ではなく、元総理の息子が真犯人だったのを知りびっくりしました。そうですか。それはじゃあ、どういうことでね、そうなったんでしょうか。はい、それではですね、証タイム行きましょう。証タイム、皆さん、この世は嘘の世界です。この世はありとあらゆるものが、嘘になっています。しかし私たちは真実を求めます。真実を求めます。ゆうさん、政治家の汚さを知りました。マサさん、おはようございます。私たちは真実を求めます。私たちはまず自分が正しくあることが大事です。私たちが正しく生きることによって、世の光地の塩となって、この世の中も良くなると信じます。ですから大事なのは、世の中を良くしたいならば、私たち自身が清くなることが大事と考えます。私たちが嘘をつきながら世の中を良くすることはできないでしょう。世の中を良くするためには、私たちが嘘のない心になることが、結果的には世の中が良くなるということです。タケルさん、友人が不倫をしたようです。とても信心深くていい人だったのでショックです。坂田さん、クリスチャンになって嘘をつくことが恥ずかしくなりました。そうですね、嘘は恥ずかしいと思うことが大事でしょう。世の中は嘘が当たり前、嘘をつくことが当たり前の人がたくさんいますが、
私たちはそうであってはいけません。私たちは嘘が恥ずかしい、嘘が恥ずかしいと思うべきだと思います。ユータムさん、神様はいつも一緒にいてくださるので感謝でいっぱいです。アメン。リンリンさん、はじめまして。真実は正しいことばかりですか？真実は正しいことばかりですか？リンリンさん、私たちは、この嘘の多い世界の中で正しさを求めるべきだと思います。イエス様おっしゃいました。義に飢え渇く者は幸いだ、義に飢え渇く者は幸いだ。義というのは正しいことですね。私たちは嘘の世界の中で正しさを求め、正しさを愛する生き方、神様が正しい方です。神様には全く嘘がありません。その神を愛するということは正しさを愛するということであり、神様を愛するということは嘘を憎むということではないでしょうか。モーカさん、イエス様の救いがなければ真実が何も見えませんでした。今は真実がはっきり見えてきました。素晴らしい。皆さん、リンリンさん、嘘は悪ですか？嘘は悪ですね。嘘は悪です。嘘によって社会は、混乱するでしょう。考えてみてください。誰も嘘をつかれたくないですよね。嘘をつかれると非常にがっかりしませんか？嘘をつかれたら嘘って言いたくなりますよね。嘘ね。もう、信頼してる人に嘘をつかれるほどがっかりすることはありません。まあ、裏切りっていうのは嘘をつかれることじゃないですか、ね。裏切られたくない、誰も裏切られたくないということは、ね、裏切ってはいけない、嘘をついてはいけないということではないでしょうか。人によりませんか？真実も、人によりませんか？誰でも嘘をつかない方がいいと思いますよ。悪い人だから嘘、悪い人に対して嘘をついていいということはないと思います。良い人にも悪い人にも真実に、対応するべきではないでしょうか。ユウさん、いつもイエス様に相談しながら生きていきたい。心の中でいつもイエス様に話しかけて相談してます。それは大正解です。大正解です。イエス様に相談して生きる、それがいいですね。タケルさん、私は神に生きるために律法によって律法に死にました。そういう御言葉があります。占い師ですか？いえ、占い師ではありません。坂田さん、職場の上司に仕事できないということは通用しないと言われましたが、できないことははっきり言おうと思います。そうですよ。できないのにできるという方が良くないですよね。できなければ正直にできないという方が結果的には、うまくいくじゃないですか。嘘をつくと迷惑もかけるし、嘘をつくと失敗が増えてくるし、嘘をつくと、ね、信頼関係もなくなってきます。世の中は誠実、信頼が大事だということはもう経験的に分かっています。でも分かっていてもどうすれば誠実になれるのか、どうすれば正直になれるか、その方法を世の中は知らないのです。世の中は誠実な人を求めてはいますけど、誠実になるにはどうすればいいかを知らないのです。ですから私たちは知っているのです。今日の放送を見て、
自分の心の本当に中心に真理を置きたい、真実を置きたい。自分の心の中の動機が欲であったり罪であったりするならば、それは良くないということは分かった。自分の心の中に真実のお方、真理のお方、イエス様を置きたい。自分の心の中心にイエス様を置いて、真実な心、正しい心に変わりたい。正しいと思っていたことが間違っていたり、優しい嘘もありませんか。まあそういうことはありますよ。そういうことはありますね。欲望を抑えるのは自分に対する嘘になりませんか。欲望が嘘を生むので、欲望が嘘を生むので、欲望を抑えることは真理を求めることになるでしょう。欲望に従って、欲望に従うならば、いろんな嘘が出てくるでしょう。今日の放送を見て、心の中心に真理を置きたい方、真実を置きたい方、真実な心に変えてほしい方、嘘の社会から真実の生き方を始めたい方、嘘の世界の中で真理を追い求めていきたい方、アメンと言ってください。アメン、アメン、アメン、アメン。アメン。天のお父様、私たちの心の中心に嘘があるならば、それを取り除けてください。自己中心的で、自分が正しいと思うよこと、自分が合ってると思うことを、イエス様どうぞ作り変えてください。イエス様どうぞ、今アメンと言った方、アメンと言った方を皆さん、清めてください。どうぞイエス様、彼らが正しく生きれるように導いてください。あなたの心の中に、私たちの心の中に来てください。私たちの心の中に来てください。私たちが清く正しくなれますように。そして、私たちが、正しい人間になることによって社会が変わっていきますように、リスナーを祝福してください。リスナーを祝福してください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。はい、皆さんありがとうございました。今日は土曜日です。どうぞ素晴らしい一日、素晴らしい一日を送ってください。神様に喜ばれる心で、神様に喜ばれる行いをしてください。神の愛で、神の愛で、人の罪を覆い、人の嘘に対して、皆さんの愛で戦ってください。皆さんの真実で戦ってください。悪魔に立ち向かってください。真理を愛してください。正しいことを愛してください。それでは皆さん、また今晩はないですね。今晩土曜日ですから、ないですから。明日の朝10時半、明日の朝10時半に礼拝しましょう。一緒に礼拝しましょう。それでは皆さん、明日の朝お会いしましょう。シャローン、シャローン、シャローン。失礼します。シャローン。